でなで。キャー、ズンちゃん、今ママのお尻をサワサワしたわね。したのだ。なんてことなの。いいこと？女の人のお尻を勝手に触ってはいけません。それはとても悪いことなのよ。もう二度としちゃダメよ。わかった。でも。でも、もすももも、ありません。でもパパは触ってるのだ。パパはお母さんのお尻を触ったり揉んだり顔を埋めたりしてるのだ。どうしてパパはいいのだ？ずるいのだ。パパはいいんです。どうしてなのだ？ママがパパのことを愛しているからです。じゃあママは僕のことは愛してないのだ？そう、そんなことないわ。もちろんズンちゃんのことも愛しています。だったらどうして僕はママのお尻を触ったらダメなのだ？うぐぐ、それは。こうして私は理屈で負けて息子にお尻を触らせてあげることにしました。息子は大喜びで私のお尻をなでなでさわさわといつまでも触っています。将来このお尻星人はどんな大人になってしまうのだろう。何か事件を起こすのではないか。私はとても心配になるのでした。